新宿5丁目なにき金田ロッキーです。イエーイ。仕事が上がっとう時って恋愛下がんねん。あーこの間なんか200万円の指輪もらってるんだけど、待ってや、これどうしたの。やめろよガチ汗に来た。これカメラちょっと止めてもらっていいですか。ガチでやってんじゃねえかよ。放送できることないがな。ちょっと次はここ最近の運勢を占うんですよね、はい、タロットでね、タロット、占いますので、はいはい、誰か気に入った方との相性とか、200万指輪くれたおっさんとねやった方が良かったのか、なんでやねん、はい、そんなこと占うなんでやねん。タロットって占う人の名前イメージを俺のスピリチュアルパワーに入れてカードに念じてカードに飛ばすんですよ。スピリチュアルパワー、こうやって見たって僕は 何にも見えませんけれども、うん、カードを使ったら全部出せますので、うん、はい、分かりました。じゃあほんならまず、ブラスからいこう。あ、分かりました、はい、ちょっとねカードに念込めないといけないんで、ちょっと何をお祈りしたらいいんですか。例えば手合わせてね、僕がちゃんと念込めます。じゃあいきますね。はい、ここが魔の者が闊歩すると言い伝えられる約束の地、魔と東京、魔と東京に打天使を跳ね降臨。はい、では占わせる。ちょっと今冗談ですか。ええ、これいつもの方にやってるんですか。これはね、ラブライブサンシャイン。騙すなよ。もう早く出してくださいもう。まあ、ちょっと言えへん。これカメラちょっと止めてもらっていいですか。じゃあちょっと恋愛見てほしいんですけど、恋愛な、はい、恋愛で、なんかそのちょっといいですか。もう何も相談内容とか言わなくてもカード振っちゃっていいんですか。大丈夫大丈夫、とりあえずね、とりあえずな、恋愛の全体音として出しますけれども、あなたの一番気にしてるのってもう不倫とかしてたらそれが出るし、セフレやったらそれが出るし、ああ二股かけてたらそれが出るし、怖っ。ちょっとゼミヒーとか言って笑っちゃった。怖っ、かけてんの。二股かけてるわけじゃないのよ。なんかこっちでこう触ったりしなくていいんですか、ちゃんと。ああ、そうなんです。大丈夫大丈夫、はい、さっきのラブライブの呪文言うとったらちゃんとはい、まあちょっと恋愛運これな出してんけれども、やっぱりこうこれもバランス取れてないみたいな、 おらへんからな、欲しいのにできないみたいな、ほんでやっとまあぼちぼちなんか気がかれて新しい気が生え始めて、恋愛もまあどん底終わってちょっとずつ上がりかけてんのかな感はあんねんけれども、これだからある意味あなたが言ってないのか、それかこれ恋人のカードと同じような意味でもある。あなたとあなたにとって大事な人出会いますよ、やけど逆でとうからな。出会えへんの。まあなんかまだ恋人いないし、まあ結婚前提にした人はまだいたりはしないわな。好きな人はいるんですよ。あ、ほんま。ただ別に何もしてないんで。あ、だから何もしてないでっていう意味かもわからん。あ、そういうことか。これこう出てたら、あ、もうガンガン行っていいですよ、ね、逆出てるから逆にもガンガン行ってない。あなたでも性格的にな、その A 部分を長所高めたらいけるタイプやと思うねん。白黒つけなあかんし、あんまりそんな恋愛もグレーゾーンで終わらすのに嫌やと思うねん。嫌だけどでも勇気が出ない。ひょっとして自分の何かにつながろうとして今こうやって仲良くしてくれたのかなとか、いやそこはそこでいろいろ考えちゃう。ほんでな、あとこの先がな、ちょっと努力というかいろんな、まあ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 自分ももっと出ていかなあかんとか、相手のことを知るとかな、そういう意味でほんと意外と希望見えてくるし、充実しますいうの出とうから、恋愛やっぱ良くなるは誕生日過ぎたぐらいからちょっと荒れちゃう。誕生日まで待たんとあかんのですか。もう4月2月2月分かりました。じゃあまあまあまあ、アタックした方がいいかどうかとかって分かります。ガチで恋愛を気にするくらいちゃう。乙女やの、気にしてる。もうそれしか興味ないかも今。なんかやばそうじゃない。あんなまだな、出会ったこと自体はええねん。だからこれ悪魔のささやき、天使のささやきで、天使は
ちゃんと告りなよ。で、悪魔はもういいよ、告らなくてって言って。うんうん、そうそうそう。で、やっぱりもう考えすぎるタイプがどうしていいかわからへんねんけれども、うん、ある意味悪い時間、こう出てる方がもう、あ、ずっと時間悪いの続くやけれども、逆出てる方が、あ、もう悪い時期抜けますよやから。あ、良くなった時に。だから今要は出会っていいんだけども何も進まへんから落ち込んでて、でアレちゃんが早く言いなよとかって言うんだけど、頭の中ではいやでもやばいぞみたいな、そんな言ってもあれやでこういうことがあるぞっていうのがずっと続いてて、ほんでまだずっと悩んで悩んで悩んで、ほんでどうなるかっていうのは分からない。じゃあほんでな、ほんでな、あちらの方な、のんけな。え、のんけじゃない、のんけじゃない。ちょっと待って、ここカットしてもらっていいですか。ガチでやってんじゃねえかよ、お前は。もう放送できることないがな。ちょっと待って。ちょっと言葉を失ってるんだけど、まあ今。でもちょっとハッピーな方にね、動くんじゃないですか。ハッピーな感じにはなってそうでしたよね。なるんじゃないですか。わかりました。はいはい、まあじゃあもう、あれちゃん。あれちゃん。あんたちょっとまともなの出してもらって。いやまあ私がさ、まともじゃないのが出たら怖いねんけど。ブラスナーも全く放送できません。はい、あれちゃんいきますね。まあ、まず全体音としていたします。全体音、アレちゃんの全体音。ドラえもんじゃないんだから。さあアレちゃん、なんかすごい明るいカード。やだ、ね、アレちゃんもね、ちょっと全体を出したんですけど、これちょっと放送できないということで、じゃあアレちゃん、恋愛をいきましょうか。恋愛、そうね。ちょっと、まず、放送できひんこと多すぎてさ。まず、恋愛の全体をとして出しますので、何が出るか分かりません。誰か気になる人がいるんなら、その人のことが出たりするし。あの子は。今、アレちゃんはどういう状況？恋愛は。うまくいってる？誰かいい人ができてたりとかすんの？それはちょっと待って、言わんとって、カードで出るから。カードで出んの？怖っ。なんか全然あんまりいい感じじゃないっすね。これいいヒンパターンかな。あのなんか、いないから太陽さんさんじゃない。それから、だけど言い寄ってきてくれても、自分のタイプじゃないから太陽さんさんじゃない。まあ、あなたも何とか努力して彼氏は作ろうとしてんのかもわからへんけれども、いないからトラブル。で、ちょっと、恋愛したいなという気持ちが復活し、これ復活のカードなのよ。恋愛したいなっていう気持ちが湧いてきてるのか、それか過去にお付き合いしてた人とまたちょっとより戻したりということがあったりするのか、これどう彼氏作んのどうしたらええのみたいな、自分で分からへん状態。ただな、これ甘え断ち切らなんか、やっぱ出会いたかったら努力せなあかんで、ね、あなた出会いたいアプリをやれよ。あ、でもそう、ほんでな、最後のカードがこれ世界の逆出てんねん。逆出てる時って出ていけってことや。ある意味この人、一般の人やったらアプリやれ言うよ。うちもお客さんいっぱい来んねん。1位ペアーズ、2位タップル、3位ウィズやねん。それは出会い系アプリの統計取ってるけど。あ、そういうこと。うん、だからみんなが言うから。え、ゲイとかはなんか来ます？そういうの。いやそれは知らん。ゲイのもあんのか。あるんですよ、うん、ちょっとうちの恋愛にかけたんじゃねえよ。お前は今誰もいい日の私、うん、ほんまにいい日の。あ、ほんならじゃあまあほんまにとかやめてもらっていいですか。ちょっと恋愛したいないう気持ちは湧いてきとんねんけど、うん、まあそれちょっと断ち切って飛び出した方がええんちゃうかみたいな、はあ、あの視聴者とか食った方がいいですか、ね、なんでやん。視聴者の視聴者、共演者食いなさい。ちょっと待って、食った方がいいそんな占いある？募集しとくか一応。あ、ここで。あ、そう、メールアドレス。食いますっつって。はい。ゼのうまい日本人がいいんでしょ。やば。まあ、のうまくて、ほんで身長は？身長。あ、身長。身長はこの後聞くから。いや、身長別にそんななんか。じゃあ身長と言いません。はい、体重は？体重もちょっとポチャっててもいいかな。ちょっとポチャっててもいい。あの、お仕事は？年収2000万ぐらい。やっぱ募集できません。セックスはできそうですか？近いうちに。ちょっと待って、こんなんでさ。それ占おうよ。セックスが近いうちにできるか。
そこまで知りたいってやばくない？はい、じゃあアレちゃんセックスできるかどうか。何を占って、そんな多分占ってるやついないよ。こんな占ってるセックスができるかどうか、そんなに考えてくれてんの？考えてあげてる。アレちゃんセックスしてる方が絶対機嫌もええし、動画の質も上がってくるから。そうなの？じゃあだから2人ともエロい線出てるから、そこ大事やね。そうやね、うん、そうやね、そうやね。はい、はい、ではアレちゃんのセックス事情出てきましたよ。やだやだ。これで出たらな、うん、さっきも言ったけどな、天秤のカードやからな、まあ、2人3人おるんやったら選ばれへんねやったら、もうそれでもええわと。でこのカードって意外、まあ太陽三歳が意外とできるんじゃないですか。このカードの意味ってな、そんな顔タイプじゃなくても一緒にいて楽しいやったらいいですよと、うん、まあ、まだなんかちょっと今うまいこと言ってないから暗い状態やから、ね、まあまあまあ未来的にはまあ、あ、そっか、一気に3人とか出てきて、うん、ほんで全員とやって、ほんで結果誰と行こうみたいな。だからきれかったやろう、また誰でもできるよ。だから俺もセックス見てほしい、そうなんだから。なんかセックス調べてほしい、モテるのかどうか。いいよ、なんやねん。別に俺も大事なことやんか。なんかすごい、2人3人出てきた。早い早い、もうなんかもう構えてます。セックスをしっかりと。じゃあブラスの、まあ過去今未来は、はいはい、過去はまずどうなんですか。まあまあ、なんかあんまり絵の出てないわな。あんまり出てない、やってないからな。もうあんまりやってない。したいどん底、まあちょっと希望見えてくるやね。なんか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 、もう俺一生向いてないってこと。どうしていいかわからん。もうあんまり絵の出てないわ。やだ、もうやだ。とりあえず考えすぎるぐらい考えるタイプではあるから、こうじゃないといけない、ああじゃないといけない、その手順がこうじゃないといけない。あれなんですよ、アルが無理なんですよ、入れられんのが。そう入れる方が好きなの。入れるのも好きじゃないの。え、なんか兜合わせっていうのがあって、うん、なんか兜合わせっていうのがあって、ちょっと字幕入れてもらって兜合わせ、初めて聞いたわ。じゃあを拝めるか調べてもらっていいですか。どういう占いしようとして、そんなもの出るんですか。本当に今まで拝めなかったけど、これから拝めるような気分が出てくる。それは拝ましてもろ、拝ましてくださいって言うたらいいやん。ご来光お願いします。ご来光を拝ましていただいてないんです。もうでもなんかじゃあ、もうな、まあ、もうな、女性も一回行ってみ。じゃあ、あれちゃん、ちょっと一回セックスしてもらっていいか。男性も悩んだものの、あ、俺やっぱりこっちやったがあるかもわからへん。なんかもう俺はセックスがしばらくなさそうっていうところです。だからなさそうというか、なんというか希望は出てくるんや。だからそこどうするか決め。そこでお前のセックスはしないのか。あんな武藤がな、立ちやったとしたら、あ、めっちゃあなたがこの人好きやってなるんやったら、ちょっとやっぱり立ち出してあげたらいいやん。猫って、あなたが猫ったらいいねん。全然相手がやりたいようにやるの。うん、はいはい、それで大丈夫ですか。はい、ほんなら相手がやりたいようにやれば誰に向けて言ってるんですか。はいはい、誰に言ってるんです、大丈夫ですか。大丈夫ですかって誰に言ってるの。ある意味、いや、両方楽しめるんやったらそれはそれで楽しいやん。うんうんうん、なんやったら女性も楽しんだらいいやん。まあ、した、まあとにかく、うん、頑張ってセックスしようか。とにかくブラスがとっても占いを信じるっていうことが判明しました。はい、ということで、まあ、ちょっとこんな風にね、占っていただける場所ありますのでね、ロッキーさんぜひ占ってもらいたい全国の、ね、方、新宿5丁目の、場所ちょっと概要欄載せておきますので、ぜひチェックしてみてください。はい、YouTube の方もね、載せておりますので、はい、ロッキーさんのね、YouTube チャンネルも占いロッキーもう、ね、口が止まらへんのやね、ほんまに死にさせろや遠方の方、LINE でもできますので。以上、現場からお送りしました。